平原綾香が市村正親に感謝、あの時いじめられていたら、ミュージカルやっていない。俳優、市村正親、75、歌手、平原綾香、40、ラガ3、0日、都内でミュージカル、ラブネバーダイ、の制作発表会見を行った。 同作は、イギリスの作曲家のアンドリュー・ロイド・ウェバーの代表作、オペラ座の怪人、の後日談として生み出された。日本では3回目の公演となる。1988年に日本初演となった、オペラ座の怪人、からファントム役を演じてきた市村は、この役に出会ったのが僕が39。 まさか、オペラ座の怪人から10年後のファントムのお話がある、と聞いて運命的な何かを感じていて、ファントム俳優としてはやらざるを得ないなと思った、などと語った。2014年の同作初演で、ミュージカル初出演となった平原は、今年がミュージカルデビュー10周年。 初めての挑戦のミュージカルなので、舞台に立つ上でのいろんな大事なことを教わった大事な作品と思い入れのある作品だと明かした。初演を振り返りその時に市村さんにも優しくしてもらって、周りの人たちにもいろいろ教えてもらって、多分あの時いじめられていたら、ミュージカルやっていないと冗談交じりに明かした。 舞台は東京・千代田区の日生劇場で、来年1月17日から2月24日まで開催される。